おはようございます。勇気 100% のようちけです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。前回は畑の裏から階段へ続く道を作りました。こんな感じですね。次はお花屋さんなんかを作れたらいいなって思っています。それでは今日も頑張っていきましょう。まずは島クリエイターを起動。ベースとなる土地を作っていきます。崖を作って、斜め橋をかけます。ベースはこんな感じかな。橋は石の橋にしました。やっぱり崖が気に入らないので壊し、前出座を塗り、木を植え家具を置いていきます。池を少し拡張し滝を作りました。アクセントに花を植えて、こんな感じになりました。今日の目的でもあるお花屋さんを作っていきます。ミカッチの家を移設、外装も可愛くリメイク。そんなこんなで家具を置いて、こんな感じになりました。家の横に家具を置いていきます。というわけで完成です。いかがだったでしょうか。次回も頑張ってしまくりしていきますので、応援よろしくお願いします。それじゃあまったねー。最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。